カシミール、カシミールあるいはカシュミールは、インド北部とパキスタン北東部の国境付近に広がる山岳地域である。標高8000メートル級のカラコルム山脈があり、パキスタンとの国境には、世界第2の広報系通がそびえる。カシミールの貴族をめぐっては、インドパキスタン、中国の三国、特にインパの対立が絶えない。中世には、 カシミールするターンアサが支配し、その時に住民の多くがムスリムに回収したこともあり、対立の背景にはイスラム教、パキスタンとヒンドゥー教、インドの対立があり、インド実行支配地域でのイスラム教系組織による分離独立運動も抗議のカシミール問題に含められる。日本の学校教育用地図帳では、パキスタンから中国へ活用された地域を除き、 インパ中三国の主張するすべての地域を所属未定とし、実行支配線、停戦ラインのみ描く手法が取られている。インドの実行支配地域は、かつて、ジャンムー・カシミール藩王国、1846年から1947年があった地域で、現在は、ジャンムー・カシミール州となっている。文化、宗教的に三つに分けるならば、カシミール渓谷地域、 ムスリム95%、ジャングル地域、ヒンドゥーが過半数、ラダック地域、仏教徒とムスリムがほぼ半数ずつの正半の地域である。中でもカシュミール渓谷は自然の美しさと軽装が同居する州の中心地である。州とかつ最大の都市は避暑地として知られるシュリーナがある。高級織物のカシミアはこの地域原産ののけから作られたことに由来する。 パキスタンの実効支配地域は、ギルニット・バルテシスターン州及び、アーザード・カシミールと呼ばれている。中国の実効支配地域は、ラダック地方の東藩にあたるアクサイチン及び、かつアオカ国となっている。18世紀、ドゥッダーニー・アサト・ムガル帝国は、マラウタ同盟との旅重なる、戦闘、第3次パーニーパットの戦いで、弱体化し、 ドッダーニーヤサの影響が及ばなくなった空白地帯に、1801年に、新興国宿王国が登場した。カシミールの東側半分以上を占める、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に挟まれた遺体、ラダク、及びザンスカール地方とバルティスターン地方は、もともと、チベット系のがあったが、1834年に、最後の王が、宿王国に敗れ、に追放され、 宿王国の支配下に入った。1841年には、宿王国のドーグラー勢力とチベットとの間で、ドーグラー戦争が起きた。その際に捕虜となったカシュミール兵士の、末え数千人が、ラサなど中央チベットに居住している。これらは、カチェ、チベット語で、カシミール人と呼ばれ、イスラム教の信仰を保っているが、言語や大部分の種族は、チベット人に同化している。 これが引いてはチベットで、イスラーム教徒の移民を漠然とカチェと呼ぶようになり、青海省、甘粛省方面から移住してきた海賊もギャナカチェ、直訳すれば、中国のカシミール人の意とこれる。だが1845年からの粛戦争では、第一次粛戦争ので、イギリスが粛王国を破り、ラホール条約を締結した。この条約をもって、 イギリス間接統治のジャンムーカシミール反王国が成立した。イギリス植民地統治下のインドでは国内の様々な地域に大小無数に散在する反王国をイギリスが間接的に統治していた。1885年アフガニスタン主長国とロシア帝国とのが発生。1886年フランシス・ヤング・ハズバンドが満州から 五尾砂漠を横断し、カラコレム山脈のを越えて、インドに至る中国インド間のルートを開拓。1889年に、フンザによるヤルカンドインド間の交易路への襲撃が激化。1890年に、ヤングハズバンドが南下するロシア帝国の率いるロシア軍兵士に、ワハーン回廊ので拘束されそうになる事件発生し、1891年のが勃発。 1947年8月、それまでイギリス植民地のイギリス領インド帝国として一つのまとまりだった広大な地域が植民地独立を契機にヒンドゥー教徒が多数派であるが多民族、多宗教の国勢、元礼の一民族論を掲げるインドとイスラム教徒は別個の民族とミナスジンナーラの二民族論に基づきイスラム教を国教とする。 パキスタンの二つの国家に大きく分裂した。このインドパキスタン分離独立によって、それぞれ反王国はいずれかの側に帰属することを迫られていた。しかし、カシミール反王、ハリシングは自身がヒンドゥー教徒、対して住民の80%はムスリム、イスラーム教徒という微妙な立場にあり、独立を考えていた。パキスタンが武力介入してきたことで、 ハリシングはインドへの帰属を表明し、インド政府に派兵を求めた。これが第一次インパ戦争、インパ戦争の発端である。以後、この地域については、パキスタンとインドが領有を主張し、これまで大小の軍事衝突、カシミール紛争を繰り返し、第二次インパ戦争、第三次インパ戦争まで争っている。現在はほぼ中間付近に LOC が引かれている。 現在、2000年代後半、インドは、ジャンムーカシミール州を、パキスタンは、アーザード、自由カシミール州とギルギットバルティスタン、旧州、北方地域を、中国は悪災地に及びを実行支配している。1990年代に入ると、パキスタンの支援を受けた過激派のテロが頻発し、治安部隊の過剰とも言える反撃が続いた。2002年の議会選挙の時、 ジャンムーカシミールのヒンドゥー勢力が州を3分割して、ジャンムー州を建設すべきとの主張した。また、ラダック地域では、自治権拡大の要求が起きている。2006年、インド人観光客が戻り始めたが、それらの観光客を狙ったテロが横行した。2016年9月18日、ウリノ基地が襲撃され、インド軍兵士17人が死亡、約30人が負傷。 武装勢力は4人死亡。一部でカシミール地震とも呼ばれる2005年10月8日のパキスタン地震の後、同地は莫大な労力と巨額の復興費用を必要としている。2013年4月、デガ勃発、ラージプートなどの言語はインド語派カシミール語などの諸語で、ラダックではチベット語西部方言に属するラダック語、バルティスターンではラダック語のが話される。 住人の宗教はイスラーム教が支配的であるが、この地域のイスラーム教はスーフィズムやヒンドゥーの影響を受けた非常に独特のものである。この世のすべてのものが絶対神、アッラーの化身であると考え、多神教との接中的な半神論的世界観を保有している。この世界観に基づき預言者を通じずに神との交信が可能であると考えられてお、 独特の神秘的儀式が多数存在している。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒が対立するカシミール問題の中では感化されがちであるが、チベット県に属するラダック地方では、チベット仏教が信仰され、現在では最もよく、チベット仏教の伝統を保存する重要な信仰拠点の一つとなっている。またバルティスタンは、チベット系民族でありながら、イスラーム教を信仰する。 特徴的な地域である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。